マン。この番組は中央工科デザイン専門学校の提供でお送りします。願いの叶ううずたまんボール。これはうずたまんボールだよ。うずたまんボール？何それ？どんな願いも叶うんだよ。え？願いが叶うの？すごい。そんなわけないって。だって願いが叶うって言ってるよ。そういうのは迷信だよ。ちょっと聞いてみようよ、聞いてみようよ。願い事をするには3つの試練が必要なんだよ。3つの試練を？願いが叶うって？おお、やったやった。叶うわけないだろ。嘘じゃないよ。嘘だって。本当だよ。言ってるよ、ほら。だって俺だって友達だよ。嘘つくわけないでしょ。だから、分かったよ。信じればいいんだろ。聞いてみようよ、その試練を。一つ目の試練は何だい？まず一つ目、100キロマラソン。それは無理だよ。レッツゴー。レッツゴーじゃないから。100キロは無理だって。でも、願いの考え方だ。まあ、やってみる価値はあるよね。やるの？願いが叶うんだよ。レッツゴー。レッツゴーって言ってるよ。じゃあ行こうぜ。じゃあ行こう。ああ、行こう。レッツゴー。レッツゴー。うずたまん。そして、キグレマサルたちは48時間かけて100キロを走り切ったのだ。うず、行ってきたよ。今度の試練は何？腕立て1万回。腕立て？もう無理だよ。願い事もダメだから頑張るか。よし、頑張ろう。そして、キグレマサルたちは48時間かけて腕立て1万回をやりきったのだった。ウズ様、最後の試練を教えてくれよ。三つ目の試練、その試練がなんだかわかりますか？三つ目の試練、その試練がなんだかわかりますか？もったいぶらないで教えてくれよ。きっととんでもない試練なんだよ。三つ目の試練、それは僕にも全然わかんねえ。